打たせる。皆さんこんにちは、金子秀樹です。今日はやっぱりマレーになりたいをテーマに取り組んでいきたいと思います。マレーの素晴らしい部分3つを挙げて、何が素晴らしいのかというのをテーマにいきたいと思います。1つ目はバックですよね。マレー選手のイレブンで、バックがいい選手なんだけど、あまりバックに頼らない、バックで勝負しない。なので展開していくバックハンドでこうリズムを立てていく選手、クロス、クロス、ダウンザラインを流す、もしくはクロス早めにもダウンザラインスライスで流しちゃう、この展開ですねが一つ目にしたいと思います。クロス、クロス、ダウンザライン、ダウンザラインもテンションなるべく上げないようなダウンザラインですね。クロス、クロス、ダウンザライン、クロス、ダウンザライン、クロスと打つと見せかけてダウンザラインですね。そうすると相手がリズムがなかなかつかみづらくなります。これも相手がダウンザラインを乱すとクロスコートに打ったりもします。はい、まずなぜダウンザラインなのか、相手リズムつかませないんですよね。それが一番だと思います。なのでダウンザラインでもダウンザラインでなくても相手に対してリズムをつかませない、気持ちよく展開させない、これがマレー選手の特徴だと思います。マレー選手やはりリターン力がありますよね。こう後ろからリズムを取ってタイミング早く取ったり、後ろにそのまんまいて重いボールを打つ、いろんなパターン そのリターンを選択する幅広い選択を持ってますよね。ですので2つ目はマレー選手のリターン力ですね。ではまず前に入る打ち方からいきます。この場合はフルスイングではなくターンになります。フルスイングしてしまうと遅れてしまうんで、次はブロックですね。ブロックはあまり前に入らないのかなと思います。リズムだけ掴んであとは反応できるように、まずはリターンすることですね。この時って結構ポジション後ろに下がってますよね。打たせる、打たせる、重いボールを打って相手にリスクを合わせます。3つ目ですね。3つ目はでマレー選手だからあるものではないかなと思います。出敗戦日本対イギリスの時、もう最後の最後に錦織を苦しめたロブなんですよね。最後の最後に打たされるロブ、出敗のコーチである高田充コーチがですね、マレーロブに相当苦しめられたというふうに言っていました。まあ、ここではちょっと天井が低いのであまり高いロブは打てないんですけど、結構高いロブ打ちますよね。最後相手にリスクを負わせる、どちらにせよ最後ポイントを落とすならば、まあ、決められてももちろん決められる球なんで、ミスったらラッキー、もう自分からミスをするようなことは選択しないようにします。こんな感じかな。はっ、しょうがないですね、ああいう決め方されたら。でも最後打たせることが大切です。でも今のでいいんです。次のポイント
相手に返されるんじゃないかと思って相手はアプローチボレーするんで、どうせ決められるにしてどうせポイント取られるにせよ今みたいに決めさせてください。まああれも駆け引きですよね、相手とのロブ打つと見せかけてリンク、リンク打つと見せかけてロブ、まあそういう駆け引きがプレーの中で常にやらされる脅威ですよね。まあそういう風にして自分のレベルだけではなく相手のレベルも発揮させない、ここがマレー選手の強さなんじゃないかなという風に思います。まとめる、やらせるプレーがとてもうまいんじゃないかなという風に思います。相手のこのレベルをですね、こう上げさせない、あわよくば落とさせる、そういうプレーでかつ自分の高いレベルでのプレーができる、これがマレー選手の強さなんじゃないかなというふうに思います。皆さんもですね、エースだけでポイントを取るのではなく相手をミスさせる、自分はミスしない、そういうふうにしてポイントの取り方、ゲームの取り方、そしてセットを取るように練習でもですね常に意識して取り組んでいただければと思います。もしこの動画が参考になれば高評価、チャンネル登録、 SNS のシェアもよろしくお願いいたします。オンライングループもやってますので下の概要欄をご覧ください。ではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。